極定馬近海元年11月6日は、江戸時代後期の特本作者。本名は、滝沢沖国で、後に海と改める。郷に著作同主人など。代表作は、陳説弓張月、南宋里見八賢伝。ほとんど原稿料のみで成形を営むことのできた、日本で最初の著述家である。幼名は春倉の地、倉蔵通称は、佐七郎、佐吉。 著作道主人のほか、笠置な、高村民、砂立良院、半大陳人、玄道など多くの別号を持った。多数の号は用途によって厳格に使い分けている。極定馬金は下作に用いる義号である。滝沢馬金の名でも知られるが、これは明治以降に流布した表記である。教科書、副特本などで滝沢馬金と表記するものがあるが、これは 本名と筆名をつなぎ合わせた、誤った呼び方であるとして、近世文学研究者から批判されている。極定馬金という義合について、馬金自身は、極定は、漢女陳油伝に、共栄涼極定の日に楽しむとある山の名、馬金は、実金賞に収録された、小野高村の、作夫氏の一節、裁判教に引ずして、ことを引くとものを味から取っていると説明している。 クルワで誠、すなわち幽閣で真面目に友女に尽くしてしまう野暮な男という意味の俗言をもじったという解釈もあるが、青年期に武家のたしなみとして行った徘徊で用いていた。配合の極帝と馬ンが疑問に転じたもので、クルワで誠を由来とするのは猛説であるという反駁がある。極バ馬ンと組み合わされて明記されるのは完成5年の 花団子食器物語に付された山、東京殿による序においてである。明和四年、江戸深川の旗本、松平信成の屋敷において、道家用人、滝沢雲兵教義、門夫妻の逸尾として生まれる。ただし、兄二人が創生しているため、三男として育った。滝沢家には、長兄、京宗、次兄、京春、妹二人があった。 馬琴は幼い時から絵蔵紙などの文芸に親しみ、7歳で、北区を読んだという。安永4年、馬琴9歳の時に、父が亡くなり、長兄の京宗が17歳で家督を継いだが、主家は放禄を半減させたため、翌安永5年に、京宗は家督を10歳の馬琴に譲り、松平家を去って、戸田家に仕えた。時系の京春は、これより先に竹に養子に出ていた。 母と妹も、京宗と共に、戸田家に移ったため、松平家には、馬金和人が残ることになった。馬金は、主君の孫、八十五郎に故障として仕えるが、官省の八十五郎との生活に耐えかね、安永九年、十四歳の時に、松平家を出て、母や長兄と同居した。天命元年、馬金は、叔父の下で元服して、佐七郎京国と名乗った。 徘徊に親しんでいた、長兄、京宗と共に腰がやわれ山に支持して、徘徊を深めた。17歳でわれ、山千の九州、東海層二三区を収録しており、この時初めて罰金の号を用いている。天明七年、二十一歳の時には、廃文集、徘徊古文庫を編集した。また、医師の山本総広氏山本総英を親子に遺術を受者。 黒沢右中、亀田放斎に授賞を学んだが、馬琴は、医術よりも、儒学を好んだ。馬琴は、長兄の紹介で、戸だけの価値になったが、尊大な性格から、長続きせず、その後も、武家の渡り方向を転々とした。この時期の馬琴は、宝刀ぐらいの放浪生活を送っており、後に、法律にして、行場を収めず、ゆえに、母に喜ばずと改装している。 天命5年、母の臨終の際には、馬琴の所在がわからず、兄たちの奔走でようやく間に合った。また、貧困の中で時刑が急死するなど、馬琴の周囲は不幸が続いた。完成2年、24歳の時に、山、東京殿を訪れ、弟子入りを交うた。京殿は弟子とすることは断ったが、親しく出入りすることを許した。完成3年正月、 折から江戸で流行していた未部狂言を題材に、京伝門人体英三人の名義で、奇病し、人用、地二分狂言を観光、下作者として出発した。この年、狂伝は手上の刑を受け、下作を控えることとなった。この年秋、洪水で、深川にあった家を失った馬金は、狂伝の触覚となった。狂伝の草双子盆。 実後教養地公爵の大作を手がけ、江戸の諸子にも知られるようになった。完成4年3月、藩元、津田や重三郎に見込まれ、手代として雇われることになった。商人に仕えることを恥じた馬金は、武士としての名を捨て、通称を、佐吉に、忌名を買いに改めた。滝沢馬金屋敷屋戸井戸東京都千代田区球団坂下完成5年7月、27歳の馬金は、 津田屋やや京殿にも勧められて、元飯田町中坂四次稲理成で、履物商、伊勢屋と名む相田家の未亡人、百の婿となるが、相田氏を名乗らず、滝沢正門を名乗った。結婚は生活の安定のためであったが、馬金は履物商売に興味を示さず、手習いを教えたり、合商が所有する長屋のかもりをして、生計を立てた。加藤地陰に入門して、賞を学び、 話本、公表し本の執筆を手掛けている。完成7年に義母が没すると、孝子のういなく文筆業に打ち込むようになり、履物賞はやめた。結婚の翌年である完成6年には、長女、美雪き、完成8年には、次女、優が生まれた。後の完成9年には、長男、陳五郎が、完成12年には三女、桑が生まれ、 バキンは合わせて一男三女の父親となった。鎮説弓張りきの葛飾北斎による差し絵完成8年、30歳の頃よりバキンの本格的な創作活動が始まる。この年に高書道から刊行された特本、高尾線阿麻文はバキンの出世作となった。より通俗的で発行部数の多い奇病史や豪換などの草草紙も多く書いた。ほぼ同時代に大阪では、 上田明成が活躍した。今日は2年5月から8月にかけて、馬琴は関西地方を旅行した。大田南北の紹介場や山、東京殿の書画を受け取り、関西の文人と交流した馬琴は、物語ゆかりの名称をめぐり、またい原西閣の墓を訪れたりし、私的な旅行記『気流満録を記している。今日は3年には、廃書、廃会祭時記を出版した。 2600余の記号を収集、分類して解説した時点であり、こうした記号集を祭敷記と称した最初の例である。馬巾の徘徊祭敷記は従来の記号集が京都中心の記述であったのに対して、江戸中心の解説となっているという特色がある。後の開英四年、徘徊祭敷記に相手生蘭が増歩した増歩徘徊祭敷記しおり草は広く用いられた。 文化元年に刊行された特本、月光力園は、名声を博し、特本の流行をもたらしたが、一方で恩人でもある山、東京伝と特本の執筆をめぐって対抗することとなった。文化4年から観光が開始された、親切弓張月や、文化5年の37前伝乱歌夢によって罰金は、名声を築き、他方教伝は、特本から手を引いたことで、 特本は、馬琴の独占上となった。文化11年に、南宋里見八県伝はじめ集が刊行された。文化13年、恩人であり競争相手でもあった京伝が没する。外神田三丁目にある、滝沢馬琴居住跡の案内、南宋里見八県伝の執筆には、文化11年から天保13年までの28年を、費やし、馬琴のライフワークとなった。 一人息子の京継ぎは山本久志衆院について、遺実を治め、文化十一年には宋白と名乗ることを許された。文政元年、馬琴は神田明神下石坂下同胞町に家を買い、ここに滝沢家当主として宋白を移らせた。文政三年には宋白が、道の区国や長和藩主、松前明公出入りの医者となった。馬琴の愛読者であった。 老光、松前道博の行為であった。宗白が放牧を得たことで、武家としての滝沢家の最高を悲願とする馬金の思いの半ばは達成されたが、宗白は多病で虚弱であった。文政7年、58歳の馬金は、神田明神家の宗白宅を増築して移り住み、宗白と同居した。馬金は隠居となり、停発して、左立両院と称するようになった。 長女、孔に、婿養子を迎え、正門と名乗らせて、元飯伊田町の家財一切を譲り、分家させたのもこの時である。文政7年から翌8年にかけ、馬琴は山崎美生と共に文人を集めた短期会、うさぎ宴会を主催した。しかし、山崎美生とは短期会に出品された道具の交渉をめぐって激しく、対立し、絶好するに至った。 これらの回の記録として馬勤は短期満録、うさぎ園小説を表し、また独自に集めた基談を、うさぎ園小説の外集、別集、周囲、余録として編纂した。天保四年、六十七歳の馬勤は右目に異常を覚え、間もなく左目も霞ぐようになる。天保六年、双白が死去するなど、家庭的な不幸も相次いだ。馬勤は孫の太郎に、 滝沢明最高の希望を託し、天保7年には四谷鉄砲組の御家人株を買っている。御家人株購入のため、馬金は増書を売り、気の進まない書画会を開いた。神田明神家の家も売却して、四谷品の中との町に移住することとなった。天保10年、73歳の馬金は失明し、執筆が不可能となった。このため、蘇白の妻、 お道が口述筆記をすることとなった。馬金の作家生活に欠かせない存在になるお道に対して妻の王百が嫉妬し、家庭内の波風は耐えなかった。その王百も天保十二年に没した。天保十二年八月、八県伝の執筆が完結し、天保十三年正月に刊行される。馬金は海外山津さえ筆において読者に 自らの失明を明かすとともに、お道との口述筆記の真ンを書き記している。極定馬巾の墓馬巾は、お道を筆記者として、京成水古伝や、金世設備少年録の執筆を続けたが、これらの完結を見ないまま、海江元年82歳で死去する。明日の11月6日は、馬巾期とも呼ばれる。法名は著作動員誉れ去りつこじ。母書は、 東京都文京区の人工寺にある。武家出身でありながら、商人となった馬金は、完成10年に、長兄、京宗が死亡して、兄弟のうちただ一人が残されたことで、滝沢屋の歴史と、その最高を強く意識するようになった。滝沢一族と自らの歴史の記録、我仏の木は、文政五年に、 滝沢家の家父が書き上げられ、その後20年間にわたって書き継がれていくことになる。滝沢家の祖先は、最上義光の家臣、滝沢里子殿である。里子殿の孫の京成は、川越藩主、松平信綱に仕え、信綱の四男、松平健綱が戦国の旗本となるとその家老となった。京成は、真中家から京吉を養子に迎え、 京吉の子が馬琴の父、京儀である。馬琴の子、京継の像。創白の友人である、渡辺火山による兄に、京宗、京春、妹におらん、お菊がいる。妻は、愛出しの娘、お百。子女は、吉田新独の室となった、三雪、優、京継、厚見氏に貸した桑がいる。嫁には、京継の妻道がおり、沖継ぐ、道の子には太郎、次。 地佐がいる。太郎は祖父と同じ、おきくにを名乗ったが、馬琴の死の翌年、嘉永二年に没した滝沢家は断刑で渡えた。長女公に、婿として聖衣門を迎えて、文家とした飯田町滝沢家も男子に恵まれず、おきつぐ、未知夫妻の長女である次、次いで共通に、未知夫妻の次女公の娘である立花が、幼女として迎えられて、婿を取って家を継いでいる。 立花の子が日本画家の滝沢国幸で馬琴から見れば幻想にあたる。非常に貴重面で毎日のスケジュールはほぼ同じだった。朝6から8時の間に起きて洗面を済まし仏壇に手を合わせた後、縁側で徳川成明公安の体操を一通りし朝食。客まで茶を飲んだ後、書斎に移り前日の日記を記した後、 執筆作業に入る。まず、筆行者から上がってきた前日の原稿のチェック。一時でも気になるものがあると地引きを引いて確認。その他にも、出版社からの構成が最低でも3校、4校とあり、執筆よりも構成に苦しめられた日々だったという。馬ンは非常に精緻な日記を書き残した。三一や関東大震災による消失を経て、 10年以後の日記が残っており、貴重な資料となっている。柴田光彦高中、極低馬琴日記新帝増法が2009年7月から中央公論新社全四巻別館一で刊行。馬琴の失明後は、道が日記を代筆し、死後も書き継いだ。道女日記として刊行されている。馬琴は江戸後期の家政文化を大きく担い。 同時代の出版文化をめぐる人々とも様々な関係を持った。馬金の下作者に対する見方は、天保四年から天保五年にかけて執筆された下作者の評伝、金生物の本江戸作者部類などに記されている。南宗里見八賢伝完結時の後書きとして、記された海画山津財布で執筆には、こういを持った人物の思い出などが語られている。生没年は、 グレゴリオ歴で示した。明治中期に来日して国民映画界などを創立したフレデリック・イー・ストレークはキンを日本のシェイクスピアと称賛した。他80編ほど中年期以降の部分が極低馬金日記に取材して多くの作品が描かれている。その早い例が芥川龍之介の下作三昧であるが、以後小説に登場するキンは老人であることが多い。 杉本その子、滝沢馬琴、平岩弓江、変骨、森田聖吾、極帝馬琴以降などがある。山田風太郎による小説、八県伝は、南宋里見八県伝そのものの長大な物語を分かりやすく紹介しつつ、並行して、それを二十八年にわたり執筆した馬琴自身の生活の変化も同時に描いたものである。小屋の厚し、馬琴記伝は、若年期、 作家以前時代からのバキンの人生を描いた作品である。ありがとうございます。